演奏が昔より上手になったっていうのとか、あと全国に友達ができたとか、こうやって昔はアーバンリサーチだってこう普通にお店にこう入っても誰も知らなかったですけど、今行ったらこんにちはってできますからね。そういうのはすごい変わったなと思います。僕らはずっと4人が4人同じような、なんていうかこう性格じゃないんで、全員ずっと全員なんていうんですかね、全員同じ方向を向いてないようで、ずっと変わり続けていくことで、なんかちょっとこう全体的にこうみんなで目指すところが一緒っていうのがずっと変わってないなと思います。まあ、なんかこう10周年だからどうこうっていうのは特に実は考えてなくてですね、はい、まあいつも通りそのアルバムっていうのは今の自分たちのできる最大限のことを、そのライブとは全然違ってそのある時間に置いてくるような感じなんですけど、そういう作品を全力で作るっていういつものと変わらないスタンスでやって、それがまあこの10周年っていうタイミングでできてすごく良かったなと思うんですけどね。なんかちょうどねこうみんなソロ活動とかした後やったし、そういう面白さもみんなこう吸収した後で制作に入れたんで、めちゃくちゃみんなこう今までちょっと違ったことをしたりとかして、なんか、まあ、スピーディーやったね。スピーディーでしたね。その制作の過程を見てもスピーディーやったし、あと多分勢いもやっぱりあるスピーディーの中で結構力強いというか勢いある音が取れたような気はしますね。なんかこう鮮度を大事にするっていうか、何でも食べ物もそうやと思いますけど、音楽も実は多分そんな気がしてて、フレッシュさすごい大事やから、長いことをかけてこう何回もやり直してとかじゃなくて、録音も結構一斉のーでみんなでバーンって音出して、でもそのワンテイク目ってやっぱすごい大事だから、それを勢いが一番しっかりよく出てるテイクを、まあワンテイクとかツーテイクで撮ったやつをまあ採用してっていう感じです。ライブに一番近いようなアルバム、やり直しせえへんかったね。そうっすね、どんどんやっぱり自分たちも今まで自分たちでやったことないことをやっていきたい、同じことをずっと繰り返すのもすごい素晴らしいですけど、僕たちの場合ちょっと飽きっぽいところがあるというか、まあそれも新鮮なことをしたいという気持ちがあるんで、なんかまあ今回のアルバムはだからこういうアルバムになりましたけど、また次回は多分違うと思うしっていう、ずっと変わり続けていきたいなっていう感じで、はい、ありがとうございます。もうだってめっちゃ可愛いじゃないですかこれ、もうすごい。案外ドラムに向いてます。あ、本当ですか。はい、結構ドラムやるときすごい楽です。はい、エフェクター踏みやすいですね。あ、踏みやすいです。あと結構運転し、俺しやすいなと思うけど、車乗るときすごい運転楽ですね、これ。そうですね。僕これプライベートでも一足も持ってるんですけど、はい、すごい大好きな靴で、近所行くときにも履けますし、もうなんか、まあ、ちょっとこう山の中とかでもそこそこ耐えてくれるし、かなり幅広く使えるなと思ってます。なんか実物見てちょっと感動しましたね。あ、ここの裏、なんつって、あ、裏地ね。裏地すごい、そうですね、嬉しいですね、僕らにとっては。すごい細かいとこまでね、これちゃんと やってますしね。紐も 2色ついてるね。はい、気分によって変えれるという、はい、優れもの。結構いっぱいありますけど、今年初めて
海外にライブしに行くのが決まってるんですけど、これから結構いろんな日本以外でもいろんな場所で、まあ、チャンスがあればいろいろやっていきたいなと思ってますね。まあ、結構結成当初から、まあ、僕ら歌詞がないっていう、まあ、インストバンドっていうのもあるんで、まあ、そこら辺はこう、 うまく垣根を越えてですね、いろんな場所でこうライブしてみたいなっていう、希望は持ってたん で、 でこの10年、こっからの10年で結構いろんなところでやれたらいいかなと思って。